エコスポーツ TV をご覧皆様、どうも。今日は約1ヶ月半ぶりにサッカーをする予定だったフットボールスタジアム奈良カッチです。はい、する予定だったんですが雨が降ってしまったんで今日は中止になりました。ということで関係ありませんが今回はこちら。はい、明日明後日ですね、7月の1日発売のナイキの CR7 モデル、こちらのシリーズのご紹介になります。はい、ということでまずはフットウェアからいってみましょうかね。はい、ですね、まずは大人のスーパーフライの、アカデミーのターフですね、こちらになります。これもこのモデル、ロナウド選手がねユーロで入ってましたね、シグネチャーモデル、かっこいいです、ぜひ履きたい。はい、税込みで1万1000円となっておりますね。でジュニアの、はい、スーパーフライのトレーニングシューズ、こちらが8250円で、発売になります。これでも結構人気が出るんじゃないでしょうかね。はい、1日発売なんでチェックしてみてください。はい、で、連動したアパレルがジュニアのみ、発売になるんですが、はい、赤を基調としたモデルとネイビー系ですね。パンツは一色なんでどちらでも合うようになってますんで、気になった方2枚ぜひ着て購入していただきたいなと思います。この CR7 の、はい、プリントがちょっと立体っぽくなってて、このダイヤモンド柄に輝いてますね、両方とも。はい、パンツもなってます。でこのサイドラインにはこのシューズと同じようなちょっと稲妻っぽいデザインが施されてますね。はい、こちらは上が4400円ですね。パンツも4400円ですねとなっております。と最後にレガースですね、大人気のレガース、こちらもマーキュリアルのライト、はい、こっちが右でこっちが左っていう形でちょうど合うようになってますね。これもかっこいいですね、毎回大人気です。今回のスリーブが黒にこのカラークリムゾン系が入ってるので当たりじゃないでしょうかね、今回はかっこいいですね。はい、XS から L までレガースも入ってますんでね、チェックしてみてください。はい、ということで、まあ、ポルトガルはもう負けてしまいましたが、ユーロは、はい、まだまだ続いていきます。 CR7 まだ続きます。はい、以上7月1日発売 CR7 シリーズのご紹介でした。以上です。バイバイ。